ね、まずこの「セレクションプラス」の小動物用の雑食パウダーっていうのと、この今先端についてるカニューレですね。こちらちょっと硬いので先端部分を少し曲げてください。新しいのをお出ししますので、硬いところでこんな感じに押してもらえると多分ちょっとごっとまっすぐになると思うんですけど、あ、今まっすぐだったかな、ちょっと曲がったか。硬いんですよね、まず。なのでまっすぐしてもらって、でそれをパウダー状になってるのでこんな感じですね。それをちょっと、まあ、大体その粉をちゃんと測るんであれば 1cc を1グラムにかけて、こんな感じに対してお水が多分 2cc ぐらいかなとは予想されるんですが、大体1対2ぐらいでお水がご用意いただければいいかなと思います。で、この子たち今粉が 1cc1g あるので 2cc 今吸ってみるんですね。 2cc 吸っても多分、ああ、お水足りない状態なので、もしかすると3cc ぐらい必要かなと。かき混ぜます。そうですね、この子たちはもう濃いめがいいです。薄いとやっぱりべちゃべちゃって液体状になってしまいますので、液体状にならない程度のドロドロ感で、これをシリンジで吸います。まあ、うまく吸い切れないんですけど、まあ、多少残ってしまいます。で、空気入ってるの分かりますか？今ここに液体があるんですけど、この分も空気になっているので、トントンしてもらって空気を抜きます。そうすると、まあ、大体もうこの部分だけが液体となっているので、液体の部分にこのカニウレさんを差し込んで、ギュッてしないとここから押し込んだ時に外れてしまう可能性があるので、必ずギュッとしてください。ギュッとしたらちゃんと出てくることを確認してくる。これがすごい硬いとここのシリンジから通りません、うん、でちょっとやってみるんですけど、お水を結構かなり入れてしまった場合にどれぐらいしゃびしゃびになるか、もう今これでしゃびしゃびなんですね。すごくすぐ吸えるんですよね。ですぐ吸えちゃうんですけど、でこれを入れてみるとすごいしゃびしゃび出てくるのでなのですっごい、そのなんていうんですか、最初に見せたぐらいの硬さが一番いいのかなと。そうですね、1対3ぐらいが一番いいと思います。なのでこれぐらいかな。これちょっともう硬くなってきてしまってるので、これよりちょっともうちょい柔らかめぐらいです。
がいいかなと思います。なのであの大福ちゃんに柔道食をやる前にお水かお湯用意してもらって、パウダー用意して、あとシリンジとカニ。水は水道水でいいですか？あ、全然大丈夫です。浄あの水道水で浄水浄水器のまま使わない方が、あ、浄水器でも全然大丈夫です。ここでもあのの中に石、マナチュラっていう石が入ってて、この石を入れていくと多分200回ぐらい使えるんですよね。その200回のお水のやつが、銀イオンが多少でも入ってるみたいなので、あの石になので、いろんなものに使えるので、なので普通の水道水でもいいんですけど、まあそういった綺麗なお水の方がいいかなと、はい、思います、はい。で、あの水分取れてないっていう話があったんですけど、まあ、水分はあの点滴、ここは点滴で1日もう1回行ってて、であとは流動食でもお水が入ってるので、お水水分そこまで飲んでなくても多分平気かなとは思います、うんうん。やっぱりそのなんて言うんですか、給水ボトルでお家に慣れているんであれば給水ボトルで飲んでもらっても全然構わないので、うん、なので大福ちゃんにとってどうやってお水を飲んでるのかなと多分あそこでは多分飲んでないのかもしれないですね。キッチンペーパーでもビチャビチャにしちゃってるのでなので、あの点滴で補ってるのとこっちで補ってるんで、お水はほぼほぼ流動食に対して 3cc だ、 3cc だったら 3g ぐらい、うん、3と4回っていつも飲む量に近い、うん、そうですね。で多分それかもうお水だけ単独で口の中に最初練習のガテラ入れてあげて、で流動食をそのお水が足りないって思った時にお水あげて、で流動食をもうやるっていう時にもお水入れてあげれば多分お水は補えるかなと思います。なのでその流動食をどうやって